Da war Jutuk schon da. Jo. Kakureteru, Haruka. こそこそしねえで出てきやがれ。Thank you, B. 急ぎましょう、伊達さん。須藤、お前。時間がないです。早く。須藤、お前。こんなことして大丈夫なのか。横浜で伊達さんに言われて気になったんです。それで自分で神宮を内定してみたら、神宮が世良とつながっていることが分かりました。あの100億は神宮の金だったんです。それは分かってる。ですが、私にはもっと別の裏があるように思えるんです。神宮はあの金を取り返して何に使うのか。神宮の本当の目的か。はい、別の組織とつながっているのかもしれない。登場会と MIA、 それ以外の組織の影を感じるんです。刑事の勘ってやつか。ああ、ま、私も伊達さんの弟子ですから。エロカーにハビルチャパ、私たちも自分の目で確かめに行きましょう。はるか、お母さん、お母さんなんだよね。はるか、ごめんね、辛い思いさせてごめんね。お母さん、私ね、ihan pieni hymy。お母さんね、本当はあなたと一緒にいたかった。でもね、自分がお母さんだって言うことができなかったの。いいよお母さん、わかってるから。私嬉しいよおじさん。よかったな、はるか。お帰りなさい、カズマ。ああ、遅くなって悪かったな、ユミ。わらめしパケット。なんだ。やろっぽたしたの。きっと彼が来たのよ。で、ユミエヒティヴィラクワラタッサナイ。取り返しに。ベリッサ、トレデクシスティエッタ。タッサヨピステッティヘンギタモータマニコタレケヘンギョレタ。久しぶりじゃないか、ユミ。それにハルカ。お前が、ジング。こうして会うのは初めてだね、桐生一馬君。はじめましてと言うべきか、さようならと言うべきか。君には苦労させられたよ。100億を取り返しに来たのね。ああ、そうだ。当然の話さ。それはもともと私の金だからね。それに、他にもいろいろ処分しに来たのさ。何？ああ、せっぱせて。ジング、お前。バカな男だ。まあ、ヤクザなど、皆こんなものか。お前、どうして、どうして自分の娘を撃てるんだ。仕方ないことさ。その子供は私にとって邪魔者でしかない。私の今後、いや、
この国の今後のためには必要のないものなのだよ。自分が愛した女とできた子、どうしてそんな簡単に。カズマ、この人にはそんなこと言っても無駄よ。この人の頭の中にはそんな感情はないの。自分が出世することしか考えてない。何を分かったようなことを言ってるんだ。私に捨てられた女に何が分かるというんだ。知ったような口を叩くんじゃない。私には分かるわ。どうしてセラさんがあなたを裏切ったか。あなたは国のため、政治のためといって全てを切り捨てて生きている。でもね、それは全部言い訳。結局は自分がのし上がるための理由でしかない。そんな信念はすぐに嘘と分かってしまう。ふざけるな。お前やセラごときに私の何が分かるというのだ。ユミ、あなたには何を言っても無駄ね。自分が恥ずかしくないの。ずいぶんな言いようじゃないか。でも、もうそんなことはどうでもいい。ここでお前らは終わりなんだからな。そうかな。まだ終わってへんのちゃうか。寺だ。これで力は五分五分や。風間さんの意志はまだ生きとるんやで。なんやねん。これだから頭のない極道は困る。やる。どういうことや。あなたまさか。そうだよ。私は登場会から近江連合に鞍替えしたんだ。バックの組織をな。なんだと。私は着々と進めていたんだ。登場会を捨てて近江連合と協力関係を築く計画をね。そんな話俺は知らんぞ。当たり前だ。お前は近江連合の5代目に踊らされていただけなんだからな。もう1年前から話は進んでいたんだよ。5代目と私の間でね。私はセラが私を裏切ることは分かっていた。彼は融通の利かない男だったからね。理想を求めずっと私を支援してきてくれたが、結局は現実の前にくじけたんだ。現実だと。ああそうだ。君らに政治の話をしてもわからないだろうが、国を動かすには金と力が必要なのだよ。私にとって彼はその力だった。だが彼は変な信念のために私の理想から離れていったのだ。数年前殺してくれたと思っていたユミが生きているということを知った私は、セラ、いや登場会を捨てる腹積もりでいたんだよ。それでお前は近江連合にすり寄った。そうだ。私は近江連合に話を持ちかけた。近江連合としては私の政治力は魅力だ。政治と裏社会、この二つを牛耳ることができたら日本を操ることなど造作もないことだからな。もしかしてこの100億は。ああ、近江へと渡る。私としては登場会も潰れてくれて、まさに一石二鳥というわけだ。一体あなたはやこちょやばにせんそうだ。じゃあ錦も踊らされてたっていうのか。そうだよ。彼に100億の話を吹き込んだのは私だ。あは。出世欲に取りつかれた若造に餌を見せて動かしただけだ。彼は見事にその役目を果たしてくれた。セラの暗殺から内部抗争までね。そしてさらに嬉しい誤算があった。君だ。君が現れてくれたおかげで登場会は崩壊寸前だ。本当にお礼を言いたい気分だよ。チング、貴様。ハハハハハハ。悔しいだろう。だがな、もう遅い。私は近江連合と手を組み日本国のトップに立つ。近江連合は裏社会を統一し、その全ての力を私が得る。私の理想が叶うのだ。そんなことはさせないわ。何を言っている。動くな。じゃあもうこれであなたは私を撃てない。
これが爆発すれば店の中にある100億も一緒に消えてなくなる。Oops. 私は100億をあなたには渡さない。ディナミティンプ、ぶつけやもうだ。この世から消すわ。何をバカなことを言ってるんだ。そんなことをして何のメリットがあると言うんだ。何にも分かってないのはあなたね。人間はそんな損得感情だけじゃ動かない。もっと熱い、もっと強い気持ちがあって初めて動くものなの。昔のあなたにはそんな気持ちがあった。だけど権力を持つことや出世することにあなたは溺れたの。何を今さら、何を言ってるんだ。カズマ、ハルカをこっちに。これで弓とハルカには手出しできねえな、ジング。なあ、ジング。セラ会長はな、あんたが何を考えているかなんてお見通しだったんだよ。何？会長はあんたに気づいてほしかったんだ。昔の強い信念があった時のあんた自身を。だから自分の命を危険にさらしてまで100億を盗んだ。あんたから取り上げようとしたんだ。バカな、何を根拠にそんなことを。テスタメント。風間さん、食べます。セラ、お前これ名前が入ってねえじゃねえか。風間さん、俺は本来登場会仕切る器じゃありません。金儲けしかできねえヤクザです。跡目は風間さんが決めてください。登場会を、極道の未来を託せる男。annetaan toiselle tehtäväksi valita johtaja。 あんたは遺言状の存在を錦にちらつかせ、内部分裂を画策したんだろうが、本当にあったんだよ。会長とおやっさんが命がけで残したんだ。うるさい、セラメ、この後に及んで私を舐めるような真似をしよって。そんなもん今となってはただの紙切れだ。俺が死ねばな。あ、だがそうはさせねえ。俺は風間のおやっさんやセラ会長が残してくれたもんを守る。俺は登場会四代目。No niin. Kiryu Kazuma da! Arvattiin. Taas nää kaverit. Aika kova. Oikee sen aikaa. Sasuga. Hitori de yoku mo soko made ganbareru mono da na. Nan nin demo aite ni naru ze. 無理をするな。もう息も絶え絶えではないか。テロイトスコンパニア。藤川喜友。伊達さん。神宮恭平、今四課が逮捕状を請求した。贈収賄、銃刀法違反、殺人教唆。ラットミアゼだ。証拠は何もない。当たりだ。伊達さん、ここじゃ町に墜落する。くそ。伊達さん、こうなった以上全員死んでもらうほかない。
覚悟はいいね。ポリティコ meni täysin dark sidelle. Noni. Pomotappelu. Jaha. Se hyppäsi takaisin tappelemaan. Tää on tietysti se kaikista kovin tyyppi ilmeisesti. Aha. Takaisin taistelua. Laatunäyttelö. Kirjo on nyrkit hellänä. Tästä tuli jostain sitä Max Payne mieleen, mutta ei tarvinnut sentään kaataa tornia helikopterin päälle. Tyttöystävä sentään niinku... Ainakin toistaiseksi on selvinnyt. Niskiyama-kun! Oattaka! Kore de jouyaku otsitsukeru na. Noni, ja pomotappelun jälkeinen pomotappelu. Nanda sore?爆弾か?ユミ、バカなことはやめろ。ダメよ。100億はあなたに渡さない。ユミ、お前そんなに俺のことが憎いのか。No, kyllähän sä aika paljon oot pahaa tehnyt. 当然の話か。ニシキ、お前、まだ諦めていないのか。当たり前だ!俺はどんな犠牲を払っても、登場会の後目になる。なあ、ニシキ。それは無理だ。お前、神宮に踊らされていたんだ。神宮の本当の目的はな。なことは分かってる!分かってたんだよ、俺は。え?どういうこと?言ったろ、キリュウ。俺は10年前、お前を裏切ったあの日から、誰も信用しちゃいねえってな。神宮が俺に話を持ってきた時から信用しちゃいなかったんだ。じゃあお前は全てを知ってて。ああそうだ、俺は負けたくなかったんだよ。俺はお前に負けたくなかったんだよ、キリュウ。俺はユミを愛してる。だがユミは一度も俺を振り向いてはくれなかった。ユミの中にはお前しかいなかった。10年前の事件の後、俺の目の前からお前という存在が消えた。その時俺は決意したんだ。運命を変えるためにどんな犠牲も払うってな。その犠牲が親さんやレーナだったっていうのか。そうだ、俺は100億を手に入れ、登場会を継ぐ。そしてお前から弓を奪い返す。それで初めて俺の運命が変えられるんだ。錦山君、やっぱり分かってない。何?そんなことして何になるの?そうやって変えた運命じゃ幸せになんてなれない。あなたは自分に都合の悪いことから逃げてるだけ。本当に運命を変えたいなら、辛いこともすべて受け止めて、それでも逃げないで立ち向かうことなんじゃないの?カズマやハルカのように。うるさい!どうしてお前は俺を認めてくれないんだ!ニシキ、なんだ。俺にはお前の苦しさがわかる。俺は一番大切にしていたお前たちを失った。10年前の林です。もう戻ろうと思っても
10年前に戻ることはできねえ。もうその運命から逃げることはできねえ。だから決着をつけよう。なあ、決着をつけよう。俺たちの戦いに。No niin, niinpä tietysti. Housut pois, ei kun paita siis. Meillä on komeet maalaukset. Ja. Molemmat löi toisiaan yhtäkkiä. Ihan paski tyyppi kuitenkin. Sohvat vaan lentää. Bosseilla on jostain syystä tämä tapa. Näitä joutuu monta kertaa hakkaamaan sen takia, kun ne vallataa voimaa. Jos ei pysty sitä mitenkään hyödyttämään. Laivissa vaihdetaan paikkaa ja... No, mutta tätä odotettu 10 vuotta, että voi vähän sekin vetämään kaveria lättyyn, niin... Ei anneta niinku... pettymystä tuoteta. Koko hotelli vaan remonttiin. Noin.
oli ilman Majimon kanssa tehtyjä harjoituksia, en tälle todennäköisesti pärjäisi.今更だがさ、お前とはもう一度一緒にやりたかった。せいや、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 せ
On se silti 10 vuodessa ihan hyvä, että siitä on tullut parhaan taistelijan niin Veronin kaveri melkein. Tämähän oli ihan hyvä kyllä, mutta ei se niinku Yakuza nollassa ollut niinku ihan, se oli vähän niin kiinnostunut enemmän alkoholista ja naisista kuin mistään Yakuzana olemisesta tai taistelusta. Noin. Otti vähän koville ilmeisesti. Niin, tän arvotus. Kasma! Noniin. これは。ごめんね。私、あなたのことずっと忘れられなかったの。記憶を取り戻した後も、こうしてあなたのことを。私、弱い女だった。記憶を失ってからも、本当はあなたのことだけは、うっすらと覚えていたの。名前は思い出せない。でも、あなたの笑顔や仕草が浮かんでいた。でも誰だかわからない。すべてを思い出せない。そんなあなたのことを待ち続けることができなかった。だから神宮のことを。うん。でもね、遥は何もかも失った私にとってたった一つの宝物だった。だから。はるかとお別れに行ったとき、思わずこのペンダントをあげてしまったの。私の一番大切なものを持っていてほしかったから。はるか、私のせいで怖い思いさせてごめんね。カズマ、私、まだやらなきゃいけないことがあるの。Se oli sittenkin avain. Kono okane wa atte wa naranai. Dakara mou kesou to omou no. Yumi. Ai se oli niin pikkumainen. Eikö tää on vielä elossa? Haruka! Haruka! Jaha.
Yumi! Niin kuin totesit, se ehtii vielä kuolemaan tässä. Okaasa! Yumi. Yumi. Shikkari shiro. Daijoubu? Okaasa! Yatto mitsuketa. Watashi no kane da. Doushita? Nani mo dekimai. Omae ra wa kore de owari da. Tai tykkää myöskään petoksesta. Molemmathan toisensa. Molemmat lävistivät toisensa. Tsukini sasete. Tamaru ka yo. Saigo no kejime kurai. Ore ni tsuke saseru. Yamero. Yameru nda. Nishiki! Nishiki! Aika iso räjähdys. Tavallisille ihmisille ei mitään rahaa. Tapa tuhota 100 miljoonaa tai 10 miljardia jeniä. Meni oikeaan osoitteeseen. Yumi. Ja nää selvisi jotenkin räjähdyksestä hengissä. Shikkari shiro. Okaasan! Gomenne, Haruka. Yatto okaasan tte itte moraeta no ni. Yumi. 10 mae. Iya. Sore yori zutto mae kara ienakute sumanakatta. Suki datta. Omae no koto ga. Kazuma, これあなたが持っていてくれたの。シンジのやつが死ぬ前に錦から奪い返したんだ。よかった、また帰ってきた。あなたが私にくれたたった一つのプレゼントだもんね。 ありがとうね。私、結局全てから逃げてたのかもしれない。あなたからも錦山君からも。でもね、私後悔はないの。あなたを忘れないためにまた記憶がなくなってしまっても思い出せるようにって、この入れ墨を入れたの。月下美人、一夜でもいい、一目でもいいから、もう一回カズマに会いたかった。その夢が叶ったの。お母さん。はるか、いい、どんなことがあっても逃げちゃダメ。逃げたら私みたいに幸せ逃がしちゃうから。いい、絶対に逃げちゃダメ。
tulee viimeinkin paikalle. Oi, jämero! Skasi! Jijou wa ato de hanasu. Omae ra jiu wo sagero. Kiryu. Omae wa waruku nai. Daga, kono yama de taiho saretara, mou shaba ni deren. Ore ni tsuite koi. もういいんだ、伊達さん。ユミも錦も、風間のおやつさんも、もうみんないない。だから、コバポリカウントだしペリシャ。人思いに逮捕してくれ。ふざけるな！お前の戦いはまだ終わってねえはずだ。かけがえのねえものを守り続けろ。逃げるんじゃねえ。かけがえのない そうだ。お前が無事に行けばこの子はまた一人だ。お前それでもいいのか。だってさ、来やがったな。おい、キリュウ、こっちだ。いや、じゃあ、お前らしっかりやれよ。バケネズラバカだ。頼む。ちゃんと終わったのかよ、襲名式と引退式は。ああ。義理は果たしたつもりだ。しかし聞いたことねえよな組長の襲名披露と引退式が同時なんてよ。で、五代目は誰にしたんだ。まあ、世良会長やおやつさんに恥ずかしくねえやつにしたよ。うん、誰なんだ。まあ、意外なやつだよ。おい、元会長つけられてるぞ。え？Okay. おい、もしかしてあいつが五代目なのか。ああ、だとゆっぴ。やつならきっちり登場会を立て直すさ。いや、vaihtoehdot tosin alkoi olla aika vähissä。じゃあ、行くぜ。ああ、もう戻ってこないのか。さあな、また伊達さんから呼ばれることがあれば来るかもしれないぜ。そうか、だが残念ながらそれはないと思うぜ。俺はしばらく鞘と暮らしてみるよ。今までになかった家庭っていうのを楽しんでみる。おう、じゃあなおさら俺がいない方がいいな。もう胃が痛い毎日とはおさらばだよ。じゃあな、もう警察の世話になんじゃねえぞ。大丈夫だ、あいつと一緒なんだからな。そうだな。ああ、joulupeli. Joo, ei siis... Ei ollut yhtä hyvä juoni kuin Yakuza Nollassa. Se onkin prequel-peli, mihin ne on voinut herkutella eri asioilla. Mutta joo, en ihan uskonut, että näin paljon tapetaan niin tärkeitä sivuhenkilöitä, mutta... Kuitenkin... En ole alkuperäistä pelannut ikinä, mutta tää oli varmaan... Tää on ihan hyvä
toimi hyvin samalla tyylillä kuin Yakuza 0, tää remake. Täytyy varmaan seuraavaksi niin kun tsekata toi Yakuza Kiwami 2, miten ne jatkaa sitä tästä näin, koska siis tässä nyt pistettiin niinku kylmäksi aika iso porukka ja vähän niinku sidottiin toi tarina kivasti pakettiin, mutta että ainakin tässä ja Yakuza 0 oli aika mielenkiintoinen juoni. Että kyllähän tääkin oli loppujen lopuksi sitten hyvin umpikiero. Mutta että en yhtään ole pettynyt. Tää oli vähän nopeammin pelattavissa kuin Yakuza 0 ja vähän ehkä vanhempaa tekniikkaa, vanhempia pelimekaniikkoja. Niin. Mutta että kivasti liittyy Yakuza 0. Tietysti Yakuza 0 on uudempi peli, mutta niin kuitenkin hyvin yhtäläisyyksiä ja samat henkilöt ja ne oli vielä pysynyt samankaltaisena, että kaveri nyt meni ihan täysin Dark Sidelle, mikä on aika surullinen juttu, mutta ehkä haluttiin se herkkyyttä sitten esitellä enemmän Yakuza 0:ssa, että näillä on oikeasti ihan mukavaakin historiaa, että en tiedä sillä lailla, jos tätä olisi pelannut alun perin, että olisiko päässyt tarinasta ihan samalla tavalla kiinni, mutta tää oli ihan hyvä idea, että aloittaa nollasta ja siitä eteenpäin pelailee, mutta kyllä näihin menee niinku aikaa. Kehittäjän nimi oli Sota. Mutta anyway, tällä kertaa täältä näin ja mä jätän tän pyörimään. Tuskin tulee lopputekstien jälkeen mitään ihmeellistä, mutta ei sitä ikinä tehdä.
すまない。またしまったな。ううん、この子と遊んでたから。私、もう行かなくちゃ。元気でね。連れてくか。ううん、ここにいればこの子はお母さんと会えるかもしれないから。あ、お母さん。ごめんね、ゆうちゃん、遅くなっちゃった。ねえねえ、お母さん。ん？サンタさん、今年も来てくれるかな。そうね、ゆうちゃんがいい子にしてたらきっと来てくれるわ。じゃあ私いい子にする。毎晩お母さんの肩叩いてあげるから。あら、ほんと嬉しいわ。それじゃ早くお家に帰ってサンタさんを迎える準備しないとね。おじさん。帰ろう。ねえ、おじさんは何歳までサンタさん信じてた？え？いや、いくつだっけな。信じてたんだ。悪かったな。